にちは。今日は6年7年ぶりぐらいにロリータ服を着てみました。プライベートで着る機会がないので、ちょっとお試しで着てみました。これブラウスもジャンパースカートもどっちもベイビーザスターズシャインブライトのもので、7年ぐらい前に買ったのでちょっと古い、7年ぐらい前に購入しました。今日は後ろにある本棚のご紹介をしたいなと思います。私は江國かおりさんが好きなので、江國かおりさんの本がずらーっとあります。で、大好きな赤毛のアンと、あとこれ大成優子さんの綺麗な色と言葉、これはもうすごく可愛い本でした。繰り返し読みたいなと思ってます。で、さくらももこさんのエッセイと植物図鑑、あとこれはムーミンの、ムーミン谷の冬です。ここが大好きなムツ英子さんの本が4冊並んでいます。もう本当にムツ英子さんの本は可愛いので、とってもとってもおすすめです。こういう感じの絵柄でほっこり癒されます。ちなみにこれは全部短編集なんですけど、私が一番好きなのはこのバラとバラの日々です。下は漫画になっています。で、ここに入ってないんですけど、あたしんちも大好きで、あたしんちは本当に繰り返し読んでいる漫画です。で、まず大好きないちごマシュマロが今出ている8巻まで並んでいて、時々読むこのシュールで面白い日常も全巻揃ってます。で、ここにもちょっとムツエコさんがあります。もう本当にムツエコさん可愛いんですよ。もうこのハーパーの秘密ってこの本も、出てくる雑貨とかお家の中とかとっても可愛いんですよ。これがメアリーポピンズ、これがメアリーポピンズのお話とお料理ノートって書いてあるんですけど、お菓子のレシピが載っている本で、とってもとっても可愛いです。これがね、大好きな純喫茶と甘いものっていう純喫茶が紹介された本、これが地元パンの本、これも大好きなちょっと昔の本なんですけど、エッセイ、これがカフェの本、ちょっと背丈が高くてちょっと斜めにしないと入らないんですけど入れてあります。これがね、タレントの千秋さんの書いたいちごの本なんですけど、これもすごく可愛い本で気に入ってます。ちょっと下はとってもごちゃごちゃしてて、なんとかしなきゃいけないんですけど、やっぱりお気に入りは栗原はるみさんの本がお気に入りです。これおやつの本でとっても可愛い本です。でとってもささっと終わってしまったんですけど、本棚のご紹介でした。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。バイバーイ。